さあでは前回に引き続きまして、今回は奄美大島に行ってきた時に買ってきたこの島おこし奄美カレーを使っていきましょう。奄美カレーの詳しい話なんかは前回のをご覧ください。前回は普通のカレーを作るやつだったんですけど、今日はこのスパイスバージョン、カレーパウダーバージョンで、これでカレーを作るというよりはカレー味の何かを作る、唐揚げに混ぜたりチャーハンに混ぜたり炒め物に混ぜたりしてカレーの味にしていこうというやつですね。でおすすめの調理方法も教えてもらってきたんで作っていきましょう。レンコンの挟み揚げですね。鶏ミンチ肉をレンコンで挟んで揚げるだけなんですけど、そのミンチにこれ混ぜていきます。これ鶏ミンチ300ないぐらいですね、280ぐらい。砂糖を大さじ1/2、はい、塩小さじ1/2、はい。一応これ砂糖が水分を閉じ込めてくれて、塩がこの肉を柔らかくしてくれる効果があるみたいですね。だから作り置きしてても柔らかさを保ってくれるみたいです。そしてこの奄美島おこし奄美カレーのスパイスを小さじ2ですね、小さじ1杯、はい、2杯と。めちゃくちゃスパイスの香りしますね。味付けはでもこれでいいみたいです。じゃあこれちょっと混ぜて、はい、混ぜました。こういう感じ。結構混ぜた段階でかなりスパイス感効いてきますね。なんか普通にカレー作って仕上げにこれ入れてもいいみたいですけどね、スパイスカレーっぽくなる。よし、じゃあ次レンコンですね。これも水煮のやつです。レンコンは3ミリから4ミリぐらいの幅って教わりましたけど、でも言ってたのがレンコンの大きさによって変えてくださいって言ってました。でかかったらこれもうこれこのまま丸く使うんじゃなくて半分ぐらいにカットして使ってもいいって言ってました。今日はちっちゃめなんでそのまま、はい、こんな感じです。切りました。切ったらこの肉だねをこの穴にもしっかりね入るような感じで挟んでいくと、こんな感じで入ってるのが分かりますかね。これを全部入れていく。はい、こんな感じでレンコン詰めました。結構な数が取れましたね。ちなみにちょっと肉余りました。まあ、余った肉はハンバーグみたいに焼いてもいいし、鶏そぼろ丼とかにして使ってください。そしたらこれをあとは揚げ焼きするだけですね。揚げ焼きする前にこうやって両面に片栗粉ちょっとまぶしておきます。でフライパンを温めて油多めですね。ちょっとじゃあ油も温まったんで揚げ焼きしていくんですけど、レンコンはちょっと跳ねやすいってことなんでちょっとガードしながらいきましょう。はいはいはい、こんな感じ。あ、でも思ったより跳ねないかな。まあ、いっぺんにいけないときは2回ぐらいに分けてやりましょう。これぐらいかな。温度はそんな高温じゃなくてちょっと中火ぐらいでゆっくり揚げ焼きにしていくのがいいみたいですよ。まあ様子見ながらですね。はい、両面ねいい感じに焼けてきましたんで取り上げましょう。おわ、こんな感じですね。レンコンの挟み揚げ、奄美のカレー風味。じゃあちょっと残りの分も揚げた後にいただきます。さ
さあ、というわけでレンコンのはさみ揚げ完成しました。めちゃくちゃうまそう。簡単でしたね。もうお肉に混ぜてレンコンで挟んで揚げるだけ。ではどんな味がするのかいただきます。めちゃくちゃスパイス効いてるわ。味付けは塩と砂糖とカレーパウダーだけでしたけど、十分なぐらい味が出てる。あとレンコンとの組み合わせもいいですね。このシャキシャキ系のねレンコンの食感とお肉のジューシーな感じ、シンプルだからこそね、カレーの味わいがしっかり感じられますね。で、このままでもうまいんですけど、こういうオーロラソース、ちょっとオーロラソースつけて食べてみましょうかね。これだ、正解が出た。めちゃくちゃうまい。オーロラソースってね、ケチャップとマヨネーズ混ぜただけのね簡単なソースですけど、十分このレンコンのはさみ揚げに味がしっかり入ってますので、奥深い味はうまい。今回はこのレンコンのはさみ揚げ、おすすめのレシピやりましたけど、チャーハンとか唐揚げに混ぜたり、あと普通にカレー作った時の仕上げにちょっとパッと入れてあげるだけでもより本格的な味わいになるらしいです。ネットでも売ってますので、ぜひ気になった方は購入してみてください。そして前回紹介したこちらのカレータイプ、これもネットで売ってます。今回この2つをセットにしまして、視聴者プレゼントとして、皆さんにプレゼントいたしますので、応募方法は概要欄をまたチェックしてみてください。では皆さんもこの美味しい奄美のカレー、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。沈みは曖昧で止まる。